ジョゼフ・エヌ・デワインは、アメリカ合衆国カンザス州、ジャンクションシティ出身の元プロ野球選手。投手、ウトを右打ち。2005年の MLB ドラフトで、アトランタ・ブレーブスから1巡目で指名され入団。ATBA 級、マートルビーチで、プロデビュー。7月4日に、A 級ミシシッピへ昇格し、8月20日に、メジャー昇格し、 同日のパドレス戦の延長12回にメジャーデビュー。しかし、延長13回に JB&A に満塁本塁打を浴び、負け投手となった。メジャー2試合目の登板となった8月23日のカブス戦でも満塁本塁打を浴び、0.1イニング3失点で降板。デビューから2試合連続で満塁本塁打を喫したメジャー史上初の投手となった。その後、 トリプル A 級リッチモンドへ降格したが、